ナンバー4番喜びゴスペラーズの皆さんです。はい、紹介文を読ませていただきます。喜びゴスペラーズはゴスペルを歌いたい人なら誰でも参加できるゴスペルサークルです。その名の通り、みな喜んでゴスペルを歌っています。8月にはアルカス佐世保で行われる九十九島音楽祭に出演する予定です。それでは歌っていただきましょう。喜びゴスペラーズで耳を澄まして。耳を澄まし聞いてごらん、確かな声が聞こえるよ。あなたのこと知っているよ。叩いて扉は開かれるよ。苦しみの中通ってきたね。誰にも言えず秘める想い、そんな時もあったね。もう一人で悩まないで、私が一緒にいるよ。だからどんなことでも越えられる確かな黄色いのを中に入れてるのは糸時ですか。あ、そうですか。はい、ずいぶん練習されたんだと思います。すごく一致感があってコーラスも素敵で本当に良かったです。服装もそれから歌にもなんていうか品があったっていうか優しさがとっても伝わりました。ただ欲を言ってね、今後のために言うとすごく綺麗に歌ってるんですけど、丁寧に歌うことに心がけすぎて、その歌詞の一つ一つの言葉に自分の気持ちと思いを乗せてもっと賛美してもらって、そしたら一人一人が乗せちゃうとバラバラになっちゃってしまうことがあるんだけど、それを乗せた上で一つになる練習を次のステップとしてやってほしいんですね。
で思いと心を一人一人が乗せた上で一つになったら今よりももっと強く人々に伝わっていくので、すごく今綺麗でとってもまとまってるんですけども、今度はもうちょっとその言葉に一人一人が思い入れをあえて入れて、その上で一つになるための練習をしてもらったら、さらにたくさんの人に触れられると思います。今でもとっても素敵なんですよ。またさらに、ね、次のことをも出して頑張ってほしいです。ありがとうございました。